中世の時代、錬金術師たちは不可能とも思えることに挑戦した。彼らは安っぽい鉛をキラキラ輝く金に変えようとしたのだ。歴史上彼らは年寄りの変人たちとして描かれているが、彼らが錬金術は実現可能であると知っていたとしたら、実際に現代では地球上で金を作ることができる。錬金術師たちが何世紀もの間実現できなかった近代の発明によってだ。しかしこの貴金属がどのようにして最初に地球に埋め込まれることになったかを理解するためには、私たちは星空を見上げなければならない。金は地球外から来たからだ。地球のゴツゴツした地殻から生まれたのではなく、金は宇宙で作られ、超新星と呼ばれる破壊的な星の爆発によって地球に存在するのだ。構成の大部分は最も単純で軽い元素である水素からできている。大量の物質は巨大な重力を引き起こし、圧縮により星の中心部において核融合反応を引き起こされる。このプロセスで水素からエネルギーが放出され、星は輝く。何百万年以上もの間、核融合が水素をより重い元素のヘリウム、炭素、酸素などに変化させ、さらに燃焼が加速すると元素は鉄やニッケルとなる。しかし核融合反応が十分なエネルギーを放出しなくなると、コアからの圧力も小さくなっていく。外核が崩壊して中心に向かい、この突然のエネルギー吸収の反動により超新星爆発が起こる。星が崩壊する時の圧力はあまりに高いので、原子を構成する陽子や電子が原子核に閉じ込められ、中性子を作る。中性子は反発する電荷を持たないので、鉄属元素に簡単に取り込まれる。複数の中性子を取り込むことで、通常の環境では構成が生成できないより重い原子の生成が可能になる。銀から金、さらに鉛やウランまでもが作られる。水素からヘリウムへの変化は数百万年間に及ぶのに対して、超新星爆発による最も重い元素の生成はわずか数秒間で行われる。ではこの爆発の後に金には何が起こるのか。超新星の衝撃波の広がりによって元素の破片を吹き飛ばされ、星間媒質を通り抜け、ガスと塵の渦巻きのダンスを繰り広げながら新しい星や惑星へと凝縮される。地球の金はこのようにして届けられ、地熱の働きで鉱脈に練り込まれた可能性が高いと思われる。私たちは何十億年も後にこの貴重な物質を採掘により得ているが、これは金の希少性により費用のかかるプロセスとなっている。実際には私たちが過去に掘り起こした全ての金はオリンピックで使うスイミングプールのたった3倍分。ただしその重量は非常に大きなものになる。金は水の約20倍もの密度があるからだ。では私たちは誰もが欲しがるこの物質を作ることができるのだろうか。答えはイエス。私たちは粒子加速器を使い、恒星の中の金を作る複雑な核反応を真似することができる。しかしこの機械では金の原子は一つずつしか作れない。そのため1グラムを作るだけでも途方もない時間と現在の金の価値よりもはるかに高いコストがかかるから、あまり良い方法ではないね。私たちが地球上に埋蔵されている全ての金を掘り尽くしたと考えられる時点に至った時には、他にも探すことができる場所があるだろう。海洋には2000万トンの金が溶けていると推計されるが、あまりに濃度が薄く、現在の技術では回収の費用は膨大なものとなる。多分いつか私たちは太陽系の他の惑星から鉱物の富を掘り出すゴールドラッシュを迎えるだろう。もしかして未来には超新星爆発が近くで発生し、私たちにこの富をもたらすかもしれない。その時に地球上の生命が全て絶滅したりしないよう願っています。宇宙の端っこのお話から地球の最深部のお話まで、あらゆる学びに出会える動画はチャンネル登録でご覧ください。